今日は北海道で鹿ヶ町にある硫黄山に来ています。硫黄山は標高522メートルの活火山で、北海道の東に位置しています。硫黄山はアイヌ語でアトサヌプリ、裸の山と呼ばれています。その岩肌には多くの噴火口があり、硫黄を含んだ白煙が立ち上る姿は迫力があります。一帯には硫黄の匂いが立ち込めています。噴気口のすぐ近くに行くことができ、活火山のダイナミックさを感じて楽しんでいます。この日は秋晴れで、青い空と白い噴煙、黄色い噴火口のコントラストがとても綺麗でした。駐車場は136台、近くにはレストハウスがあります。北海道に旅行に行った際はぜひお立ち寄りください。雄大な自然を感じることができます。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。